里崎チャンネルジャンプ。こんにちは。さあ今日はなんか言いにくいことを言うと、そうですね、はい、もう言っちゃいます。この時期が来たんで、はい、まあ、いずれ言わなきゃいけないんで、はい、でもまあやっぱり里崎チャンネルは、はい、世の中のプロ野球解説者の中の一番最初に情報発信をするっていうモチベーションでやってるんで、まあ、いつも先取りをしようとね。そうですね、はい、だからもう言わなきゃいけない、うん、ね、もうあなたのチーム消化ゲームですいやでもまだでもシーズンだってまだ半分ちょっと過ぎたんですよね。そうですね、50試合ちょっとぐらい、はい、どのチームも残ってますね、はい、まあでも、はい、僕は消化ゲームと思うんですけど、はい、もちろん可能性は言います、うん、だからオリックスの監督が変わった時も、はい、残り90、11で、うん、あの20勝5敗、20勝5敗、4勝4敗で乗り切れれば、はい、クライマックスシリーズ圏内ですよっていう可能性は言います、まあ、だいぶ難しいあれですけどね、はい、だからそれがもし、はい、無理だと思うんだったら、うん、もうあなたが応援してるチームは消化ゲームだし、うん、いけるねって思うんだったら、はい、まだチャンスあります。あ、でも可能性はあるわけだから皆さんがよし、いけると思えば、そうそう、消化ゲームじゃない。でもそれを、はい、これを聞いて、はい、無理かってなったらもう消化ゲーム、はい、だから今年はセリーグはね、クライマックスシリーズがないんで、うん、まあそういうね、つまらないシーズンですよ今年はつまらないとか分かんない、いいじゃないですか。でもそう、だってそう感じるかどうかはファンの皆さん次第。そうですね、まあ、佐藤さんはそう思ってるってことですもんね、はいはい、まあね、最後の3位争いまで満員のお客さんの中で、はい、メディアもバンバン報道して、うん、どうなるんやっていうところが報道する昨年まで、はい、今年はもうそろそろほぼどの球団も消化ゲームになると報道してくれません。個人記録だけ放送してくれます。まあ確かに、まあプレーオフがないと1位にならないと、まあ、まあ意味がないって言い方あれですけど、いやもう意味ないですよもうあの4位と6位だったら逆に6位の方が、はい、あのドラフトのウェーバーがあるから逆にいいんちゃうかっていう、まあ、今年に限ってはその A クラス、B クラスっていうのも関係、まあ、まあ正直2位も6位も一緒ですね。ただあのホームゲームの主催権があるだけで、別に2位になったところで賞金があるわけでもないし、もう1位じゃなかったら2位も6位も一緒です、セ・リーグは。逆にパ・リーグはね、2位までクライマックスシリーズなんで、まあ2位に入れるかっていうところですけども、はい、じゃあちょっと見てみましょうか、セ・リーグから、はい、じゃあ数字を見ていきましょう、はい、じゃあとりあえず、今巨人がですね40勝22敗3引き分け、はい、貯金だから18、18もあるんだ、で残り55試合、はい、仮に残り55試合を5割でいったら、はい、だからまあ27勝28敗と借金1ですね。して、はい、仮にそれでいった場合、はい、どの数字を出せば逆転できるか。で27勝っていうところは考えると巨人でいうと67勝です、はい、負けが50、貯金が17想定ですね、はい、これで仮にいった場合、はい、そしたら他のチームは68勝をしなきゃいけないんですよね、はい、仮にね借金1、まあ、考えにくいけどね。まあまあね、そうですね、まあ、ちょっと調子を落としたとして、落としただいぶね、だいぶ今貯金18だからね、はい、後半だいぶ調子を落として、27勝を28敗で終えて、67勝50敗で引き分け3で終えた場合、DeNA はこれからの試合、今68試合終わってるんで、あと52試合、はい、52試合を35勝17敗うおでいけば逆転できます。え、貯金いくつ作るってことですか？ 18? だから今の巨人、今の巨人、今の巨人の強さを後半もいければ逆転、はい、まああと巨人が調子を落とす前提です。そうそう、でもじゃ仮に巨人がね、はい、こっから、うん、じゃあ5勝上乗せして、はい、32勝、はい、23敗、はい、貯金9ぐらいで終わっちゃうと、うん、あの40勝12敗じゃないとダメです仮に、だから巨人がここで借金1だから、はい、ここが1個ずつ変わることによって、はい、下のせところも1個ずつ増えます。そうですよね、はい、うわ きついって言いたくないけど厳しいですね。だって32勝でも32勝、はい、23敗ぐらいではいくと思うね、貯金9、うん、はい、普通に考えて、はい、そしたら40勝しないと DeNA は追いつけないと、うん、まあ、だって現時点で40勝12敗よ。そうですね、28貯金だからゲーム差今8ついてるんですけど、うん、その8のゲーム差ってそんだけ追いつくのが厳しいってことですね。残りゲームが少ないんでね、はい、これが143試合あったら、うん、まだまだこの数値は全然変わってきますけど。そうですね、もうあと50試合上位しかないんで、はい、DeNA は巨人が仮に借金1で終えたら残り試合35勝12敗です。それができれば
逆転。でも分かんないですよ、まあ、こんなこと言いたくないですけど、うん、巨人がもうさらにガタガタって調子を崩す可能性だってなくはないわけですよ。そうね、だからあと巨人とね、はい、今12試合戦ってるから、はい、あと12試合あるのね。ある、まあ、残り12試合の巨人戦は全勝マストだね、はい、そうですね。でそれで35勝17敗、はい、が可能だと思ってたらまだチャンスあります、はい。でもまだあるぞ、大丈夫だぞ、無理やってなったら消化ゲームです、はい。でもね、2位のチームは上が1個しかないんで、はい、逆転ありえるんですよ、うん、こう3位以下す難しくなるのは。そうですね。じゃあ次阪神、はい、阪神は巨人が借金1で終えたら、うん、36勝18敗、はい、残りだから18貯金。 DeNA とはほとんど差がないわけですよね。そう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 、だからまあ DeNA とほとんどその状況は、でも DeNA が勝っていくと阪神勝っても DeNA と差が縮まんないから。そうか、そういう兼ね合いが出てくるんですよね。そうそうそう、っていうことは仮に DeNA が35勝17敗でいくと阪神は37勝17敗でいかなきゃいけないから、DeNA の35勝17敗でいうと、はい、あと90、まああと2ヶ月ちょっとなのね、はい、って考えたら13勝13勝をで9勝ぐらいしなきゃいけない。はい、1ヶ月で10、うん、そうですね。きついよ。きついですよ。でもちなみに3位中日、はい、37勝14敗です、はい、残りゲーム、うん、貯金が 23、はい、貯金、うん、でヤクルトが42勝12敗、はい、貯金30、はい、で広島が、43勝11敗、貯金が32で逆転可能です後半戦。だから広島の場合はもし巨人があと5勝した場合、48勝、6敗です。6敗しかできないのこの3ヶ月で3敗6敗しかできないの、うん、だから月に2敗しかできないってことですよね。そうだね、うん、だからもう消化ゲームだね広島は。残念ながら、まあ、決めつけたくはない、決めつけたくはないけど、まあ、まあだまあ、数字上は可能だよ。はい、だからこれをね、はい、これ俺はこれを見たときに、まあ、巨人がね、はい、残りゲームを借金1でなんてもう考えられないのね。そうですね、現実には多分残り巨人は32勝23敗ぐらいでは最低いくと思うね、はい、ってなったら広島は48勝6敗、6敗で、ちなみにヤクルトは、47勝7敗で、中日が42勝の、9敗です。もし仮に巨人が32貯金9で乗り切ったら、はい、だまあ、巨人がもう32勝23敗で乗り切ったら、うん、もう無理です厳しいな。で27勝28敗の借金1でいった場合でも広島は43勝11敗、うん、だから要は残り2ヶ月半で11回しか負けれないんで、はい、まあ、4敗4敗3敗、うん、だから要は9月4回しか負けれない、だから週1、はい、だから要はもう今から広島は週1でしか負けれないです、はい、優勝するためには、はい、どうですかっていう。そうですね、厳しいね、厳しいな。で逆ヤクルトもあの週1でしかもう負けれないです。そうですね、うん、優勝するためには、うん、まあ、ちょっと厳しいですね。厳しいですね。で中日は週1で、どっかの月だけ1回ずつ負けれます。もう1回1回ずつ負けれます。週1、はい、週だから週1で負けて、どっかの、はい、月のどっかだけ週2で2敗していい時があるいい。だからまあ、 あの中日以下はほぼ5勝1敗、中日以下は逆転優勝するために、しかも、はい、巨人が借金1で置いた場合のみね。そうですね、そんなことあるのかないやでももうこうなったらどのチームも全勝するつもりでいかないといけないですね。うんうん、そうだね。でもまあどっかはもうそれに落ちていくのね。はい、だどっかが勝ったらどっか負けるからね。そうですね、うん、だからもう中日以下は、中日ヤクルト広島はちょっと正直もうきついですね、優勝っていうところに考えるともう現状、うん、まあもうほんとちょっと数字見るとなんか突きつけられますね。うん、まあ可能性はあるんですよ。ゼロじゃない、こうデータ載ってると思いますけど、はい、可能性はあるんですけど、はい、この数字を見て、まあ、できるかできないかっていうところですね。プロ野球何があるか分かんないからな。そう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 、だから何があるか分かんないところで可能性あるのは、何ゲーム開いても2位のチームなんで。そうですね、やっぱその1チームしかいないから、うん、ジャイアンツ、はい、逆にだから阪神とかは DeNA も負けてくれないといけないし、はい、中日は巨人、DeNA、阪神も負けてくれなきゃいけないし、ヤクルトはそれで中日、広島は全球団負けて、全球団負けるなんてありえないから。ないですね。中日以下がなんで厳しいかっていうと、要はジャイアンツ負けても阪神か DeNA かはどっちかは勝つから、はい、そこが埋まらないわけよね。
だ3チームは必ず勝つんですもんね。そうそうそう、だからこの状況で B クラス以下にいるところは正直やっぱ1位目指すってことを考えたら厳しい。もうよっぽどだから20連勝ぐらいしないと、はい、1回なるとちょっと厳しいかなっていう、はい、だ今現状可能性あるのは、まあ、阪神 DeNA ぐらいでもそれでもこの数字結構厳しいですけど可能性はなくはない、はいはい、あとはもうジャイアンツに大型連敗さすしかない、はい、でもあのきっちり勝ってるしね昨日もそうですね、うん、近本が暴投投げて、うん、だそういったところもやっぱ厳しいね、はい、まあ、巨人次第なところは結構ありますね。巨人は中日とは7勝7敗で五分ですけど、はい、DeNA と9勝3敗6、うん、阪神と10勝3敗7、ヤクルト8勝4敗で4、広島6勝5敗で1っていうね、うん、まあ、とりあえず全チームに貯金作ってるっていう。しかも現状唯一300点以上の得点で217ともう圧倒的に少ない失点、うん、で83本と圧倒的に多いホームラン数。ダメな要素がないですもんね。隙がない。だからもう、うん、ちょっと消化ゲームです。でもどうですかセリーグファンの皆さん、はい、この状況でもまだジャイアンツファン以外の人で、うん、クライマックスはやっぱいらんなって思いますかっていう。やっぱでもそう思うとクライマックスあった方が絶対盛り上がりますね。ね、うん、クライマックスあると正直まだ広島までも下全然分かんないですね。広島までチャンスあるんです。全然2位から結構詰まってますから。だって広島は3位まで今5ゲーム差なんで、はい、全然チャンスあるんですよ。全然いけますね。だからもう広島までまだ日本一になるチャンスは十分あるし、うん、あったまだまだ、はい、だからノー消化ゲーム、うん、でもこれがパ・リーグだったら2003年まで行われてたペナントですね、うん、そうですね。だから僕はその消化ゲームある時もない時も両方体験しましたけども、まあこういう現状ですよ。やっぱプレーオフがあった方が選手のモチベーションもずっと高くなるんですよね。まあ上がるっすね、まあ、個人成績ってもちろんありますけど、うんうん、だからここから繰り広げられるのはもう個人成績に特化した試合の選手は運びになります。うん、試合を勝つことよりも自分の成績を上げることを優先にします。やっぱプレーの仕方も変わって全然変わるんですよ。犠牲、自己犠牲のバッティングとかしないんですよ。あで盗塁とかも別にアウトになってもセーフになってもどっちでもいいから、うん、あの盗塁バンバンしますね。で盗塁をなれるチャンス出てくるんで。そうですね。だってアウトになってもどうせもう優勝ないんやから、はい、勝ち負け関係ないんですよ。盗塁ってアウトになっても自分に何もつかないですもんね。そう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 、成功率じゃないんで、はい、そしたら盗塁王争いで昔ね、はい、松井一夫さんと小坂さんの盗塁王争いで、うん、あのもう盗塁されたくないから、はい、ボークとかね。あもう牽制でわざとボートを掘ってんのに、はい、走らないみたいな。へでもしまいにボークで仕方なくセカンド行くことになって、はい、今度はセカンドになったら3投あるじゃないですか、はい、もうあの多分松井一夫さんだったと思うんですよ。ショート、はい、セカンドベースにファーストみたいにずっと行くってこう牽制のへリードできないっていう、はい、で3投阻止みたいな。それでも無理やり走りまくって、はい、で結局引き分けたのかな、うん、投了どっちもが取ったのかな、はい、とかっていうのとか、あの田尾さんの5打席連続敬遠とか、はい、そういうのがひょっとしたら今年はまだですけど、はい、100試合ぐらい切ったら繰り広げられるかもかですね。そっか、個人争いになってくるとそういう風になってくるわけですね。そうそうそう、もううちのチームのやつ周達とらつとみに勝負しないともう全敬遠みたいな、はい、いやでもなんか本当に今年に限ってはこの今のセリーグの順位って1位が突き抜けて2位以下が固まってるじゃないですか、うん、プレーオフあったらなと思いますね。そうそうそう、クライマックスあったらもうめちゃくちゃ、うん、まだ楽しいですけど、どうですかクライマックスシーズン。まだ いらないって言えますか。こんなシーズンになっちゃうんですよ。こっからメディアの報道がどんどんなくなっていきますよ、はい、なぜなら消化ゲームの試合放送しても意味ないからっていうでもまだ数字上ねチャンスあります。そう今日言いました、あなたの希望一つです、うん、消化ゲームと思うかどうか心の持ちようです。そうそうそう、これを見てね、全然いけると、はい、まだ消化ゲームじゃないと、いや戦勝や、うん、っていう人はチャンスあるし、さすがに無理かってなるともう消化ゲームです。そうなってくるとチームも来季を見据えた起用法になって、うん、若手の起用が増えたりとか、はい、長いイニングとにかく投げさすとか、うん、いろんなところ の,、はい、あの来季に向けた、うん、あの考え方の試合運びになります。はい、まあ、どうなるかはチーム次第だし皆さんの心次第ですけど、モチベーション上げていきましょう、ね、応援もね、うん、正直今下3は苦しいですね。